小村俊三郎から1933年4月12日は、日本の外交官、大正、昭和期に言論会で活躍した記者。同時代日本の中国通りの第一人者と言われる。中国通りの先輩として、正務都市の名は知られていた。小村寿太郎の、また、重帝である。年少の時に上京し、島田重霊の家塾に学び、続いて、 小村寿太郎の家に下宿しながら東京高等師範学校に学んだ。学校の教育方針を応募したため退学処分を受けた。1897年3月に高等、師範学校から中退した後、私費留学生として北京に派遣した。もっぱら、中国語を治め、遠征外に招聘され、役官として勤務の傍ら中国研究に従った。 国信事変の際には、日本派遣隊の食卓となって、青木千順中佐のもとに自分を書く仕事にあたり、軍政を助け活躍した。事変後は、北京に移り、北京公使館に翻訳事務に従事した。また当時の内田交際公使を助けロシア、中国の外交機密を探るに努めた。日露海戦直前北京に特別任務班の一員として秘策に参与した。 満州における、新国の義勇軍将兵の激文を寄草した。現時、シナにおいて、シナ人に最も有力な感化を与うる、外国人は、一青年の小村俊三郎の右に出るものはないで、あろうとの評価はあった。日露戦後は、小村寿太郎前権大使の随員として、大臣前後交渉に当たった。1906年に、外務諸規制に任じ、イギリスへ転任した。 在英5年後、1910年公使館に等通訳官に、任じ、再び北京に赴任した。移住院現吉中心講師のもとに勤務し、侵害革命の外交機務にも参与した。侵害革命の時、義兄川島奈庭の関係で、日本人では、最初に、創社党援助を唱え出した。小一旦外務省の職を辞して、遠征外打倒運動に身を投じた。 運動の目的は、遠征外打倒と満盲独立と言われる。1913年、一等通訳官に昇進。1917年、一等通訳官を最後に、退官し、東京日日新聞の客員として、言論会に転身した。1918年、小村が、東京日日新聞の特派員として、パリ講和会議に参加し、自由主義に感化された。後に、 読売新聞に加えた。1923年関東大震災の直後、丸山伝太郎、河野恒吉と共に、大島町に訪れ、中国人労働者の被害状況を調査し、シナ人被害の実情投査記事報告書を寄贈して、松井慶視郎外相に提出した。また、日本の世論を喚起したため、11月7日の読売新聞に、シナ人3害事件という社説を書き、 事件について、我が陸軍において、その大部分を負担すべきはずであると、白金の処分を受けた。事件後、読売新聞を去り、1924年から外務省内の大使文化事業に評議員として加えた。その傍らに、外交時報や中央公論、改造、エコノミストなどの雑誌にも、積極的に中国の時事問題について執筆していた。 ひとし精鋭によると、1928年6月頃、田中外交を反対した立場の正村は、対中外交を立て直すため、常波武次郎の浸透運動の連絡人を担当して、常波の養を受け、小解析、超学寮らの資金援助を申し入れた。1929年10月太平洋、問題調査会の京都会議を参加し、会議中に、 日中不審判条約と新たな太平洋協定の締結を提起した。特に日中不審判条約は1929年9月、紫で原基重郎外相は中国国民政府中央観察委員張り次と東京で国民政府当局の意向を非公式に打診して欲しいと依頼した。満州事変以前、日中の武力衝突の悲劇を避けるために、 日本が示したたった一度のチャンスであったという評価もある。1930年以後、呼吸器病のため、田園調布の屋敷に西洋を続けていた。1933年に死去。ありがとうございます。